見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、よく波動が高いとか、聞くんですけれども、それってこう物理で見たらどういうことかなと。まあ波動が高い人ってね、よく聞くんですが、それって物理で見たらどうなってるのかな。で、それをね、そうなっていくにはどうすればいいのかというところをですね、そのところのお話に入っていきます。こちらですね、この波動が高いと。それ何と、どうすればいいのというところですね。よくね、この波動の高い人って聞くんですけども、それって何なんだと。なんか、すごくこう、瞑想深い人とか、人格者とか、かなと。で、じゃあそもそも波動って何と。何のことを波動っていうのかというところでですね、今日は黒板を用意しました。こちらです。波動っていうと、この振動数のことと波長のことと振幅のことで、あと速度があるんです。速度はこの、振動数とラムダで出せるのでですね。で、まず振動数って何かというと、よく F って書くんですけども、フリークワンシーって言うんですけども、この振動数は1秒間に波が何個あるかです。で、日常生活では周波数って言うんですが、周波数と振動数は同じことです。ただ物理では周波数とは言わずに振動数って言います。1の間に波がおねおねねが何個あるかっていうのが、振動数です。で、波長は1つのうねの波のこの長さですね。それが波長です。で、振幅は波の高さです。このうねのここの高さがどんだけかと。次に絵があります。で、これを合わせて波動って言ってます。まあ、速度も入れるかもしれないんですけども、これを合わせて波動でっていうんですね。だから波動、この波がありますと。で、光の場合、1秒間で30万キロ、地球7周半っていう、この光っていうのは、電磁波もそうだし、太陽からの、まあ全部電磁波ですが、太陽からの光もそうですし、赤とか黄色とかの色もそうですし、この赤い波ありますよね。赤い波が皆さんの目に飛び込んできてるんですけども、赤い光が。それも1秒間に地球7周半。携帯もそうです。で、振動数っていうのは、こっちが、これ E1 の間に、4.5Hz。で、こっちが上が 8.5Hz みたいに。この数字が高い低いです。なので、この振動数が高いことが、ある意味波動が高いというイメージであって、波動が高いというのはまあ物理ではないんですね。振動数が高いのと。で、ラムダ、波長。波長っていうのは、このうねの長さが波長です。これラムダって読みます。あと、さっきの周期ですね。周期は t 分の1、f 分の1なんですけど、一波が何秒かかるかです。0.000 何秒みたいな、一波が何秒かが周期です。で、振幅っていうのは、ここの高さのことです。何メートルっていうこの高さが、振幅です。で、これ合わせて全部波動って言ってるんですけども、だから波動が高いっていう言葉がなくてですね、波動が高いイコール振動数が高いって意味です。この何ヘルツっていう数字が大きいことが振動数が高い。つまり、波動が高いってことは、この数字を上げてあげればいいと。あとですね、波長が合う合わないっていう波長は、この波の長さが同じ、あるいは整数倍の時、波の長さっていうのは、これですね。このうねが、これとこれは波の長さ違うんですよ。で、整数倍にもなってないので、上と下は波長が合ってない。で、同じ 8.5Hz、8.5Hz 同士が波長が合うっていうことですね。あの人と波長が合うっていうのは、波の長さが合うイコール、この振動数が合う。振動数1秒間の波の数と波長は反比例しているので、波長が合うイコール振動数が同じということですね。なので、よく世の中でいう波長、あの人と波長が合うというのは振動数が同じということ、あるいは整数倍ということです。では、波動が高いって何かというと、自分が周波数飛ばしています。その波動を高めるっていうのはどうすればいいかっていうと、私たちが何か思いますと思ってる時に、細胞からフォトン飛ばしますと。細胞の DNA の電子運からですね、フォトンにできるとか、ムカつくダメだ大丈夫ってこのフォトン飛ばしてますと。で、この
フォトン、それぞれ波の周波数を持っています。その人ができるとか大丈夫とか思うと、このできるとできる同士が、よいしょ、素粒子ですね。素粒子は粒なんですが、波でもあるので、できるっていう周波数とか、大丈夫とか、ムカつくとか、ダメだとか、それぞれ周波数を持ってます。で、波長が合うっていうのは、この周波数が同じもん同士が波長が合うってことですね。で、この波の長さが波長です。で、波動が高いって何かと。ごめんなさいね。意識ごとにこの周波数を持ってます。で、じゃあ波動を高める。波動が高いって何か、イコール振動数が高いってことなんですが、自分が飛ばしている周波数、波のヘルツを高めること。振動数を高めることです。波動が高いというのは、まあ、物理ではないんですが、振動数を高めることです。ということで、じゃあ振動数を高める、波動を高めるって何すればいいかというと、自分が飛ばしているフォトンですね。それの、この日常生活においてですね、波動を高める響き、どうすればいいかというと、感謝で存在すると。感謝を見出すと。で、日常生活で、うわ、ありがたいなっていう響きを出すと。他には、愛情よりもこの愛で存在するということですね。絶対の愛で存在すると。我慢じゃなくて愛ですね。自分は我慢して愛を出すんじゃなくて、自分にも愛を響かせながら周りにも愛を響かせると。と、朗らかとか安らかとか喜んで、これどっかで聞いたことあると思うんですが、倫理法人会の最後のですね、モーニングセミナーの最後に言うんですけども、この朗らかに存在するとか、安らかに存在するとか、喜びで存在するという状態がですね、自分発信のフォトンの振動数が高い状態。これが波動が高い状態です。だから、波動を高める、瞑想することとかも重要かもしれないですし、お祈りすることも重要かもしれないですし、でも日常ブリブリ起こってると波動が下がっていて、自分自身の、まあ、波動というか振動数が下がっていて、で、自分自身が感謝で存在するとか、ありがたいなとか、ね、喜びで存在するということが、自分が飛ばしている周波数が高いので、ある意味、この、瞑想していて日常起こっているよりも、瞑想しなくてもいいから日常生活においてこのね、喜びで存在するとか感謝で存在するとか愛で存在するということの瞬間瞬間のフォトンですね、フォトンとかゼロポイントフィールド側の波を響かせること、それが日常生活でいうところの波動が高い、物理でいうところの振動数が高いということですね。だからこの波動を高めるということは難しいことではなくて、自分自身が出している周波数、バイオフォトン、あるいはゼロポイントフィールド側からの波を出していくと、振動数の高いものを出していくということですね。日常においてありがたいな、感謝を探すということをやっていけば、そのままもうその状態が波動が高いと。で、波動が低い状態、イライラとか、この批判とかね、攻撃とかの状態のところに引っ張られるのではなくて、自分がそこに高い振動数をかけてあげると。そうするとその場が振動数が上がってくる。日常でいうところの波動が上がってくるということです。だから皆さんがその場の振動数を高めることができます。そうやってぜひですね、日常生活の自分の場、家とか職場とかですね、振動数を上げていくということをしていくと、このそれがイコール地球の一部なので、で地球中のですね振動数がどんどん上がってきます。そういう人たちだらけになることが本当の本来の本質の地球平和ですね。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。